際大会にバンバン出て成果をかなり残している場面もありますから、じゃあ何ができるか、ここに一つは期待したいですね、はい、この3ゲーム目以降、まあ、思い切ったプレーも必要ですよね。もちろん思い切ったは必要なんですけども、はい、じゃあこういうふうに松平に読み切られてるある程度、うん、テク自分の、はい、技術を、はい、ここでじゃあ何をでやれる、ここねちょっと注目したいところですね、はい、第3ゲームです。篠塚のサービスです。内上のクリックです。 TT 埼玉時代は背番号が99、22と変わって、そして木下マイスター東京では背番号49、この篠塚ひろとです。ニックネームのシノピという文字も入っています、背番号の下。まあ、篠塚としても、まあ、シングルスで力を発揮できる、まあ、コーチ兼任の吉田であったり大島もいる中でのシングルス、まあ、第4マッチ起用ですから燃えないわけにはいけませんよね。そうですね、依然松平のプレーが安定しています。いやこれね、高い打点で弱を使うわけですよ。高い打点で弱、はいはい、ちょっと浅めにボール打つんですね、はい、打つ方からするとなかなか勇気いるんですよ、はい、だって高い打点だから強く打てるじゃないですか。そうですね、本バックハンド決まっています。でも、はい、相手のポジショニングを崩すことを優先できるわけですよ、はい、まあ、これがまあ変な表現かもしれない、正しいベテランというか、はいはい、やっぱりもうずっと相手を見ながら立ち試合ができる、さすが経験値が高い松平ですよね、はい、TT 埼玉タイムアウトです。倉島陽介総監督がアドバイスを送ります。同じリズムで篠塚がやっぱ戦っていくと、もう松平にある程度間合い取られてますし、やっぱ球の回し もう今かなり単調になってますから、すぐ切り替えになってますから、自分がもうちょっと動きっていくとかっていうやり方も必要なんですね、こういうタイムアウトで。じゃあそれをそういう戦い方、ラリー展開をイメージしたときに、どういうサービスレシーブからが一番有利にいけるのか、もうちょっと松平をワイドに動かしてからだったら自分が先にもっとフォアで動けるのかとかですね、ロングサーブを使うべきなのかとか、いろいろやっぱりここはまだ手があると、こういうふうにこうやっていけるといいと思うんですよね。はい、ワン、スリー、さあタイムアウトが明けます。前陣に合わせる、攻める松平、うん、篠塚よくしのぎました。まあ、ここまで追い込むとなかなかね、松平も苦しいですよね、連打を繰り返さなきゃいけないですから、はい、フォア前のストップ、回転量の多いボールを切って、こういうのをミスしてしまうと松平を楽にさせてしまいますから、ただバウンドがこう読めないんですよね。今も篠塚は少し距離を取って待つ、松平は浅くドライブを打つ、はい、マチの逆を打ってますからね、うまいとしか言えないですよね。ネットに当たってオーバーです。 5-2 です。篠塚も現在世界ランキングは54位、全部これ切り替えになってるでしょ、バックへ行ってフォアへ行ってまたすぐ帰ってきたのバックへ行ってって、ついこうなってしまうんですよ。でもこういう時っていうのはちょっとそういうラリー展開になってるってことを、これも切り替えです全部、はい、うん、これはまあ下げさせるところまで行ったからよかったですけどね、はい、それバックフォアバックフォアの切り替えになると相手としては動きやすくなってしまうということですか。ですし、ポジショニングがそれで崩れてれば、はい、それは有効じゃないですか、左右の攻撃っていうのは基本戦術としてあるわけですから、はい、そうじゃなくてもそう言ってしまってると今度自分が別の角度から打たれる羽目になるわけですよね。はい、そうですね、はい、だから聞いてる場合と聞いてないケースがあるんですけど、なんとなく癖というかタイミングだけでそれ言ってしまうと
松平はそこで前後にあの落下点変化できるわけじゃないですか。そこでいてボンミスしてることが痛いなというところですよね。1点差です。あ、痛い、サービスミスです。今ちょっと篠塚の気持ちを代弁してしまいました。あ、痛い、そうですね、昨シーズン篠塚は TT 埼玉の一員としてプレーオフファイナルを経験しています。おー、うまい。及川との大激戦でした。まあ、今のように松平がしっかり打ってくれるようなあの展開を作れば、はい、あの篠塚狂わされることないですから、うん、いいですよね。そうです、フォアハンドで攻めた。ただ細かい展開からすると松平に変化はつけられる、はい、でも大きい展開だったりとか強いラリー打ち合いになっていくとその前後の変化なんていうのはそういう時にはつけられないんですよ。そうですね、やはり相手のボールが強いとそこまでの緩急、はい、浅くってちょっと無理ですよね。そうですよね。篠塚逆転です。ちょっと粘りが良くなって松平が最終的にもうラリーギブアップするようなああいうカットを入れちゃうような、はい、そこまでなんとか篠塚が大きいラリーになるようになって持っていけるようになりましたよね。サイドを切るボール、柔らかなドライブで、こういうボールタッチが柔らかいとか粘れるとかっていうのはこういうふうに苦しみながらも流れが少し変えることができるという可能性を持っているわけですよね。まあ、そこが一つ彼の、まあ、よく才能があると言われるところの一つでもありますよね、はい、サービスミスの後もよく盛り返しましたね。はい、顔に当たりました。あ、そういうサービスミスなんですね。なるほど、なるほど。7-9です。このゲーム、篠塚が逃げ切ることができるか。フォア前からバックへゲームポイントです。だから縦回転を出したときにあえて素直なストップが来るともう篠塚のやっぱり攻撃力が際立つわけですよ、はい、さっきまではずっとフェイントかけられてましたからすごくやりづらそうでしたけれども、ネットイン2点差です。渡辺さん、はい、ここでサービスが入れ替わりますね。そうですね、ですからこう今のネットインなんかもそうなんですけども、はい、普通のラリーだったら篠塚、まあ、取れないボールではないと思いますから、ここがこのいわゆるこう勝負は下駄を履くまでわからないというような言葉がある通り、はい、嫌な点数の捉え方していくと危ないですよね。逆転ということもありますね。フリックから攻めていく、1点差です。前のも攻めたのにフリックで、はい、その後ポワンとこんな高いボール来てるじゃないですか。確かに流れでちょっと1回タイミングを狂って確かに松平のタイミングになりましたよね、普通あのフリックだったら早いブロック返ってきますもんね。そうなんですよ。ほらここもですね、だからこの下駄を履くまでわからないと、はい、そうで変な取られ方をしてって、はい、でも点数はなんか全然自分の方に入らない、はい、まあ、もちろん取られてるんですから入らないんですけれども、まあ、これで結局一本勝負まで持ち込まれましたからね、はい、松平マッチポイント、篠塚ゲームポイントです。ではまた H 逆転です。松平健太が勝利、これでビクトリーマッチに突入します。いや渡辺さん、まあ、卓球の面白さなのか怖さなのかという
展開でもありました。そうですね、ただもう松平のやっぱりレシーブの選択がもう際立って良かったですね、ずっと、はい、まあ、読めてたからっていうのもあると思うんですけれども、最後だってバックに普通に突いてるわけですよ、はい、まあ、普通ではないと思うんですよ、ガツッと、あれをバックドライブで攻めてった、じゃあそれにそこまでもちゃんと対処できてるんですか、松平は。そうですね。そして第4マッチは木下マイスター東京古巣との対戦になりました。篠塚博人、そして TT 埼玉は松平健太、まあ、松平健太の巧みの技が光りましたね。そうでしたね、やっぱりこうずっとですねレシーブの時に苦しみながらも変化をし続けて、篠塚の予想よりもちょっとボール何個分浅くだったり、あの右だったり左だったりっていう風になかなかこう気持ちよく打たせることがなかったわけですよ。でこれをやり続けたことによって